思い出のガンプラキットレビュー集。SD ガンダム BB 戦士。SDV、霊騎士。人間と生物が平和に暮らす、スダドアカワールド。かつてこの地にはキングガンダムが治めるブリティス王国があったが、ザビロニア帝国の侵攻により王国は陥落し、人々は圧政に苦しんでいた。それから7年、ベルファスト村に落ち延びていたブリティス王国の王子、クラウンナイトガンダムが、王国再興のために挙兵。神聖円卓の騎士団と共に、ザビロニア帝国の要衝を攻略していくのであった。SD ガンダムガイデン、円卓の騎士編は、1991年に始まったバンダイさんのカードダスを中心とした企画ものなのでおます。いわゆる、ナイトガンダムシリーズの第2作でして。スペリオルドラゴンの登場でジークジオン編が終わったもんで、世界観を同じくするストーリーを、キャラクターを一新してぶちかましたのでございます。そうだ、その通り。ストーリーの根幹はアーサー王物語を踏襲しており、SD ガンダムガイデンの中でも高い評価を誇るものの、何せ、円卓の騎士団のキャラクターが多いため、個々の設定が少なく、個性に乏しいのが特徴なのだよ初見さん。その設定もメディアによって内容が異なる上、当時は明らかにされなかった情報も多く、2008年のカードダス20周年の復刻版販売時に、今まで詳細不明だった、仙台円卓の騎士のメンバーが発表されるなど、後付け。いやさ、ファンが待ちに待っていた情報が開示されるに至り、今でも、さらなる続報を待っている状態なのでございやす。そうだそうだ、そうかもしんない。霊騎士レッドウォーリアは、神聖円卓の騎士団の一人で、キザで、ナルシストなキャラクターなんどすえ。自分の名を挙げるためにブリティス軍に参加したナイトで、風騎士ガンダムマーク2、霊騎士レッドウォーリア、重戦士ヘビーガンダムの3名からなる優勢の騎士団のメンバーとしても有名。口数は多いが、剣の腕前と賢さからストーリー上は頼りになる仲間だったモンザイモン。ゲームでは、特殊で使えるブロッサムという、全体攻撃しつつ相手を混乱させるトリッキーな戦法を使うので、一見強力に見えるのだけどもね。ユニットとしては中途半端な印象は否めないのよ。あいたたたー。そうだっけ？だが、しかーし、当時のカードダスのキラカードはかなりの人気で、いい年ぶっこいたおっさんにも、カードを箱買いする気違い。いやいや、強者が大勢いたのよ。これ本当。さすがに、ガキンチョと一緒にカード出す自販機のハンドルを回すのは恥ずかしい上。何度も何度もハンドルを回すと、摩擦力が減少してカードが出なくなるのが嫌気されてたもんちっち。なんというか本中か、カードが出なくなるたび駄菓子屋のばあさんを呼ぶのも恥ずかしい。ああ、恥ずかしいったら恥ずかしい。でもね、まあ、なんだ。こんなん続けてると、だんだんその恥ずかしさが病みつきになっていくのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。とにもかくにも、このガンプラが発売された時期は、いろんな意味で有名なスーファミソフトが、まだ発売されてなかった時期でして。すべての円卓の騎士がきっと化されてないことから、単純に、かっこいいガンダムタイプに絞ったのではないだろうか？このキットの場合、霊騎士レッドウォーリアではなく、霊騎士がきっと名になっていることから、レッドウォーリアなんつってもボンボン派の人にしかわからない。そのままなら、赤いのでシャア専用などと勘違いするガキンチョもいるのではないか。などと、よもすえな考えを巡らせた結果だと考察されたものでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1991年、リアルタイプのガンダムシリーズはメディア展開も少なく、先細りするだけの大人向けコンテンツとして認知され、ガンダム F91 シリーズも劣勢を強いられている状況だった。それに対して BB 戦士の人気は高く、SD ガンダムガイデンの最新作、円卓の騎士編のキットは好評を博し、特に、霊騎士レッドウォーリアのキットは、コミックボンボン派の方々に交換されたという。キットの値段は500円。1991年8月に発売されたキットだよん。SD ガンダムガイデンのキットは、SD 戦国伝と比べて少ない分貴重な存在だったのは間違いねえ。このキットは色プラ仕様ではないものの、当時の BB 戦士としては完成度が極めて高く、金メッキや、カードダスでおなじみの装備がつくのが素敵。素敵すぎ。ガンプラとしても、レッドウォーリアをモチーフとした最初のキットだけにコミックボンボン派の受けが良く、模型店での優先度も極めて高かったのでございます。その、通り。前述の通りキットの完成度は高く、ガキンチョの優先度もそれに比例して高かったのは間違いねえ。赤いパーツがおもちゃっぽいのが残念だけどそれはそれ。塗装派にゃー問題にゃーのよあははの班。当時、武蔵ロードのキットに導入されてたランナーロック方式を採用してるのだけれどもね。爪切りできるのが主流の時代だけに、模型用のニッパーを持っているガキンチョは少なく、むしろ、寸芸切りにくい。メーカー、
何してくれてんのと不老だったものよのう。ていうか、BB 戦士の組み立て方法はほとんど一緒なので、解説書なんぞ見なくても組めるやつもいた問題。そうかそうか、よかったね。セイントセイヤのクロスシリーズのような、武者シリーズの軽装タイプに当たるライトタイプに、装備を装着させるシステムは健在。武器は、ソードとサーベルに加え、BB 戦士オリジナルのフェザーショットが付属。この武装はその名のごとく、羽状の弾をスプリングギミックで発射できる優れもの。さらに、カードダスでおなじみの銀の鎧と魔法の盾も付属し、専用のスタンドに装着できるのよん。耐震オービンよ、ご賞覧あれ。解説書にはマントの型紙がついており、これをそのまま使うもよし。型紙にして布やビニールを着るにもよしと、至れり尽くせりだったのですよ、こんちくしょう。ですよねなんつうか、この手のマントの造形には、古参のモデラーなどはかなり敏感だったと思う今日この頃。何にせよ、自分が納得いく質感を目指すのは当然の行為じゃないかしらん。まあね、当時の作例を見た限りでは、紙をそのまま使うか、薄いプラ板を使うテクが多かったですな、そうですな。代わりどころでは、ティッシュに塗装するのが安くて素敵。他には、マスキングゾルで布のシワを再現するやつと書いたっけねなんだっけね。油粘土に布地のたるみみたいなくぼみをつけて、そこにマスキングゾルを垂らしたとか言ってたね。なんか最近でも、ダイソーとかで売ってる UV レジンで同じようなことしてたやつがいたんで、時代が変わっても、考えることはあんまし変わらねえやと思ったもんじゃやき。中には、羽飾りに本物の鳥の羽を使うやつとかもいたもんで、それこそ、てめえ言うで適当に作ればよいと思いやす。そうだそうだ、クリームそうだ。このシリーズの話題としては、いいおっさんになってから、酒の席で、なんでカードダスを処分しちまったのかと、泣く泣く処分したレアカードを思い出して悔やむやつに出会ったことがありまする。わかりますわかります。大人になったら他に気になるものがたくさん出るから仕方がないよね。そうだよね。例えば、おっぱいとかおっぱいとか、おっぱいですね。わかります。当時のネタ的には、1992年に発売されたスーパーファミコンソフト、SD ガンダムガイデン2、円卓の騎士のネタが突出している状態なのだよ。わけわかめ。このゲームは RPG でありがちな経験値によるレベルアップを廃し、仲間が増えることでレベルアップするシステムを採用。最大13人パーティーで敵をフルボッコにする仕様は、オーダーシステムで最強と入力すると、最初から1ゴールドで最強武器が作れたもんで、敵とのエンカウントが苦痛になるパティーン。しかも、そのエンカウントは時間によるもの。フィールドで棒立ちしてると戦闘に突入するのが嫌あんな感じだった予想だった。オーダーシステムで最強の装備を作ったとしても、水中でのザクトパス戦で苦戦するとか、呪術師法を捕まえるとね、仲間に、キルという2つの選択肢が出るわけよ。そんでキルを選ぶとね、本当に法を切り殺しちまうのだよ。あいたたたー。何それキモい。そんでもって、最強キャラであるバーサルナイト鈴木の存在。その存在は、コミックボンボンを読んでない奴にはわけわかめ。そんな世も末なゲームでもね、音楽を聴けば、ああ、こんなんだったなぁと考えしきり。何気に人気だった、ダークナイトガンダムマーク2を終盤に使えるのが嬉しかったというが近所も多かった。なんてね、ジャンクゲームの詰め合わせを落札したら中に入っておりまして。ゲームの裏に砂田と名前が書いてあるもんで、うっかり、砂田くんのプレイを見たくなっちまったのでござんすよ。はい。そんな偶然、ありえなーい。